ちら様でしょうか。あ、もしかしてリオン・マグナス様とそのお連れ様でいらっしゃいますか。そうだ、イレーヌはいるか。我らに関する情報がすでにある程度伝わっているみたいだな。お嬢様は所用で出かけております。すぐに戻るとのことでしたが。ならここで待たせてもらう。かしこまりました。イレーヌとかいう人遅いわね。待ちくたびれたわよ。マリー、アイスキャンディアってどこにあるの。町の広場だ。ちょっと行ってくるわ。じっとしてるのも退屈だし。一緒に行こう。あ、俺もアイスキャンディって食べたことないし。私も行きますわ。リオンはどうする。ここでイレーヌを待つ。誰かが残らないといけないもんな。ならリオンの分も買ってきてやるよ。いらん。僕は甘いものになど興味がない。そう言うなって。みんなで一緒に食べような。だからいらないと。まあお前が無理に買ってくるなら食べてやらないこともないが。よし、じゃあ待っててくれ。アイスキャンディーか。どんな味がするんだろうな。食べてみればわかる。アイスキャンディー屋があるのは町の北の方だったぞ。わかりました。それじゃあ行ってみましょう。町の北の方にアイスキャンディー屋があるぞ。行ってみよう。お花を買ってください。お花をどうか。あ、大丈夫？はい、ありがとうございます。あんな小さい子が大変だな。貧富の差が激しくなるのは新興の町ではよくあることだ。いくら町が発展しててもみんなが幸せってわけじゃないのか。早く広場へ行きましょう。アイスキャンディー買わなくちゃ。 ああそうだったな。スターさん、最近リオンさんとよく話すようになりましたね。そうかな。別に前から特に変わってないと思うけど。スタンさんじゃなくてリオンさんの方が変わったんですよ。ほんの少しですけどね。よくわからないな。でもまあうまくいってるならいいや。ここがマリーさんの言っていたアイスキャンディー屋ですね。すいません、ご本ください。どの味になさいますか。へえ、いろいろ種類があるんだな。どれどれ。どうしよう。定番の抹茶味か限定の桜味か、どっちにすればいいか悩むわ。ねえ、あなたならどうする。え、お礼ですか。そうだな、思い切ってバニラとか。どうしてそうなるの。私が聞いたの抹茶と桜ならどっちかよ。2つに1つで決められないなら第3の答えをって。ダメですか。なるほど、そういう考えもあるか。じゃあそうしましょう。おじさん、バニラ1つ。ああ俺もバニラ5つ。バニラ5つお待たせしました。うん、おいしい。やっぱりここのバニラは最高だわ。ここで一度でも食べたらもう他の店じゃ満足できないわよ。スタンさん、持ちましょうか。いや平気だよ。あら、お連れさんがいたのね。可愛い方がお二人も。お褒めに預かりどうも。あら、あの子たち。何、みんなも食べたいの。おじさん、ここにいる子の分もちょうだい。全員ね。よろしいんですか、お嬢様。もちろん、みんなで食べた方が美味しいに決まってるもの。みんな、いらっしゃい。アイスキャンディーをご馳走するわ。ほらほら、幼いの。ちゃんとみんなの分あるからね。
いい方ですね。うん。はっ、どうだっか。金持ちのお嬢さんが優越感に浸りたいだけじゃない。ルーディ、早く戻りましょう。アイスキャンディーが溶けるから。チャンピオン様のタオルで全員チェーワーク。あ、コングマンだ。コングマン、わーい、コングマン、コングマン。よう、ガキども、今日も仕事が生きてるか。貧しい者に施しをするのはさぞ気持ちがいいだろうな。施しだなんて思っていないわ。金で全てが変えると思うなよ。異例のレンブラント、リッツガルド人の魂までは絶対に売り渡したりしねえ。異例のレンブラント、さあ、その名は確か。オベロン社の理念は何度も説明したはずよ。私たちが資本を投下しているのはフィッツガルドの発展を願ってのことだわ。新しく来た連中が儲けてるだけだろう。元からいた人間は貧しいままだぜ。それはきっとそのうち。セインガルドの人間にフィッツガルドの何が分かるってんだよ。よそ者の出る幕じゃねえんだよ。さっさとこの国から出ていきな。それは違うんじゃないか。生まれて人を決めつけるのは良くないと思うけど。なんだ坊主、俺様に説教しようってのか。スタンさん、あまり口を挟まない方がいいのでは。だけど、これは。いや、そこの可憐なメガネのお嬢さん。私ですか。今、俺様のハートにビビッときましたよ。あなたこそ、俺様の理想の女性だ。はい。一緒に栄養ドリンクなどどうです。もしくはヒンズースクワットとか。しびれるようなくどき文句じゃの。いきなり性格が変わったわね。あ、その私は。やめなよ、フィリアが怖がってる。邪魔をする気か坊主。おめえはこの美しい人の何なんだ。フィリアは俺の仲間だ。なるほど、どうやらおめえと俺様は戦う運命にあるようだな。決闘だ、カルボン。俺様の闘技よ。なんで俺とお前が決闘しないといけないんだよ。スタン、付き合う必要はないぞ。我らには遊んでいる時間などない。おじけづいたのか坊主。腰にぶら下げた剣は生クラか。なんだとこの無礼者が。真の男なら申し込まれた決闘は受けるものだぜ。真の男ならな。分かったよ、そこまで言うならやってやる。我を侮辱したことを後悔させてやる。さあ、目に物を見せてやれ。フィリアさん、見ていてください。勝利の後でお迎えに上がります。リーロス、あなたがスタンさんを止めなくてどうするの。しかし、好きにすれば。どうせ私には関係ないし。ごめんなさいスタンさん、私のせいでこんな目に。別にフィリアのせいじゃないさ。決めたのはあくまで俺自身だし。闘技場ってどこにあるんだろう。町の大通りを北へ行った突き当たりに入り口があるわ。ありがとうございます。早速行ってみます。アイスキャンディー、あ、溶けてる。こうなったら後には引けない。コングマンのいる闘技場へ向かおう。町の大通りを北へ行った突き当たりが闘技場の入り口だったな。町の大通りを北へ行った突き当たりが闘技場の入り口だ。そこにコングマンがいるはずだ。
完成ですね。どうやらあのコングマン相当な人気者みたいね。コングマンはノイシュタットの英雄よ。ここ数年負け知らずの強さだわ。決闘なんておよしなさい。意味のない争いはやめるべきよ。ここまで来たら後には引けませんよ。やるからには負けは許されんぞ。いいなさ。スタンもディブロスもすっかり熱くなっとるの。要は似た者同士ってことでしょ。時間みたいね。それじゃあ私たちは観客席に移動するわ。スタンさん、くれぐれもご無理をなさらず。よし、行くぞ。よし、行くぞ。さあ、挑戦者の入場だ。マイティコングマンに挑戦する命知らずが現れたぞ。逃げずに来たことは褒めてやる。覚悟はできているな。勝負はやってみなくちゃわからないさ。フィリアさん、見ていてください。勝利の栄光をあなたに捧げます。それではただいまより本日の特別試合を行います。チャンピオンコングマン VS ミスタートンガリ頭。つきまとうなよ。それと、いい試合だったよ。ありがとう。おめえ、なんて爽やかな奴なんだ。おっと、二人の間に友情が芽生えたか。なんと暑苦しくも感動的な光景だ。こんなところで何をやっている、リオン。もう試合は終わったよ。遊んでいる場合か。街がモンスターに襲われているぞ。なんだと。くそ、一体何が起こってやがる。我らも急いでここを出るぞ。どうしてモンスターが街に。とにかく闘技場の外へ出なくちゃ。もしやグレバムに操られているのでは。その可能性は高いの。普通モンスターは組織だって人間の街を襲ったりしないものじゃ。みんな闘技場へ避難するのよ。あそこなら安全だわ。イレーンさん、あなたたちお願い、街の人たちを誘導して。助けて、助けてちょうだい。どきなさいよ、貧乏人のくせに邪魔よ。命の重さに貧富の差はないわ。浅ましい考えはおよしなさい。もう申し訳ありません。大変だ、誰かが闘技場のモンスターを解き放ったぞ。何ですって。
まずい、俺たちも戻ろう。イレルさん、敵ですね。イレーヌさん、大丈夫ですか？しっかりしてください。ちょっとドジ踏んじゃったな。大丈夫、大した怪我じゃないわ。もう大丈夫、安心してね。お姉ちゃん。イレーヌ、この騒ぎはどういうことだ？港の沖合に正体不明の武装船団が現れたの。おそらくそいつらの仕業ね。武装船団だと？グレバムが率いているのか？そいつらをやっつけよう。このまま放ってはおけない。イレーヌ、オベロン社の船を貸せ。港へ向かってちょうだい。私の名前を出せば話が通るから。ありがとうございます。お願い、くれぐれも気をつけてね。武装船団をやっつけよう。このまま放ってはおけない。港から船で沖へ出るのだ。武装船団を退治するぞ。港から船で沖へ出るのだ。船を出せ。沖合の武装船団を叩く。待ちな。俺様も一緒に行くぜ。コングマン、自分たちの町は自分たちで守らねえとな。イレーヌだって頑張ってるんだ。俺様も負けちゃいられねえ。分かった、一緒に戦おう。準備ができ次第声をかけてください。出撃します。敵方の船はかなりの数です。港を出たらすぐ襲ってきますよ。来るなら来い。俺様は全部ちぎり捨ててやるぜ。狙うのは機関だけだ。しらみつぶしをしている余裕はない。そうだな、急いで蹴りをつけないと。一番立派な船に横付けしてください。ちょっと揺れますけど我慢してくださいね。無限に注意しろ。二隻いる。任せてください。前方にでかい船がいるぞ。あれが機関だ、間違いねえ。よし、乗り込もう。もたもたしていると増援が来る。目指すは敵将ただ一人だ。待ってろ、グレバム。待ってろ、グレバム。増援が来る前に蹴りをつけるぞ。
グレバムじゃない、バティスタ。フィリアか。こいつがフィリアの話してたグレバムの側近。お前が追ってくるとはな。ずっと石像になっていればよかったもの。バティスタ答えて、グレバムはどこなの。さあな、お前が勝ったら教えてやるよ。本気で生かしてもらうよ。よほど知らずのガキどもが。ファイヤーボール。教えて、グレバムはどこなの。知らねえな。そんな約束が違うわ。お前も相変わらずアマちゃんだな。約束ってのは破るためにあるんだよ。おい、陸に戻ってゆっくり尋問してやる。覚悟するんだな。グレバムの居場所、武装船団の正体、聞きたいことはたくさんある。バティスタ。よし、凱旋だ。町へ戻るとしようぜ。みんな、出迎えご苦労。チャンピオンのコングマン様が悪を倒して戻ってきたぜ。頑張ったのはコングだけじゃないんだけどね。イエーヌさん、さっさとイレーヌの屋敷へ戻るぞ。こんなうるさい場所はごめんだ。俺、用事を思い出した。先に行ってるよ。スタンのやつ、イレーヌがよほど気になるみたいね。年上の女性が好みなんでしょうか。フィリア、もしかしてがっかりしてる。まさか、違います。ありえません、論外です。そんな、全力で否定しなくても。それにしてもあの船何だったんだろうな。何の話。あんたたちが沖で戦ってた頃、武装船団の船が一隻こっちへ来たんだよ。すぐにまた出て行ったけどな。あれ一体何だったんだろうな。船。イレーヌさん。スタン君、どうしてここへ。イレーヌさんの様子が気になって。私のこと心配してくれるの、ありがとう。桜はいいわね、何の悩みもなさそうで。何か気になることでもあるんですか。気になるというか、もしかして町が襲われたこと自分の責任だと思ってるとか。そこまで思い詰めてはいないけど、負傷者の救護とか人々の避難とか、もっとうまくできたかなって。イレーヌさん、自分が怪我するほど頑張ってたのに。私には町に対する責任があるからね。ねえスタン君、どうしてこの世から争いがなくならないのかしら。武装船団のことだけじゃないのよ。
人と人の対立は町の中にもあるわ。それはまあ、私は誰も憎しみ合うことなくみんなが笑い合える場所を作りたい。そんなの世間知らずな小娘の虚しい理想論に過ぎないのかしらね。理想論いいじゃないですか。理想がなくちゃ何も始まりません。自分の目指すものがはっきりしているイレーヌさんは立派だと思いますよ。スタン君には何か理想はある？俺、セインガルドの兵士になりたくて故郷の村を出てきたんですけど、あ、それは理想とは違うな。理想っていうからには家族を幸せにしたいかな。うん、そうだ、兵士になりたいのも突き詰めるときっとそういうことだ。イレーヌさんのおかげで分かりました。ありがとうございます。不思議ね、スタン君と話してたらなんだか元気が出てきたわ。それは良かったです。家族を幸せにしたいか。私たちの理想って案外似ているのかもね。だったら競争しませんか？どっちが先に理想を実現するか。いいわ、受けて立ちましょう。私に勝とうなんて10年早いわよ。俺だって負けませんよ。そろそろ戻りましょうか。私の家へ行くんでしょ？あ、はい。ただいま。バティスタはどうなった？2階の一室でリオンが尋問中。尋問？強情な奴め、さっさと知っていることを吐け。け、知らねえな。このリオンさん、これ以上は。リオン、お前何やってんだ。ただの尋問だ。ただのって、バティスタ傷だらけじゃないか。必要だからやったまでだ。て、バティスタお願いです、グレバムの居場所を教えてください。クズのフィリアが俺に指図か。偉くなったもんだな。だがそうだな、昔のよしみで一つだけいいことを話してやるよ。俺たちがここまで来たのは何も町をぶっ壊すだけが目的じゃねえ。そういえば武装船団の船が一隻どうとかって。まさかその船にグレバムが。東大元暮らしってな、今頃気づいても後の祭りだ。マリ、お前につけたティアラをバティスタに回す。外すのか。マリさん、嫌なんですか？可愛かったのに。無理強いはかわいそうだから私のにしたら。あ、そう、信用できないってわけ。俺に女の真似をする趣味はないぜ。これを受けた後でまだ減らず口を叩いていられるか。まだまだ。リオン、あまり無茶はするなよ。今日はここまでにする。続きは明日だ。バティスタ、どうしてこんなことを。バティスタ、朝食を持ってきたわ。あら、扉が。バティスタ。バティスタがいなくなっただって。はい、私が来たら扉が開いていて。外から鍵がかかってたのに、どうやって。誰かが手引きしたとしか考えられん。リオン、大変だ、バティスタに逃げられた。やったのは僕だ。なんだって。夜中にこっそり扉の鍵を開けておいた。さては奴めを泳がせて行き先を探るつもりじゃな。そのためのティアラだ。そうか、発信機がついてるんだっけ。それでバティスタはどこへ。アクアベイルへ向かったですって。進んでいる方向から見て間違いないだろ。輸送船が一隻盗まれたって報告があったけど、ティスタの仕業だったのね。すぐに後を追う。僕たちが乗る船を調達してくれ。待って、向こうは敵国みたいなものよ。
港には入れないわ。敵国？そうなのか。ええ、味方によっては。近くまで行ってくれるだけでいい。あとは自分たちで何とかする。分かったわ。あなたたちには全面的に協力するよう言われてるしね。準備ができたら港まで来てちょうだい。バティスタはアクアベイルへ向かった。僕たちも後を追うぞ。分かった、港へ行って船に乗ろう。はあ、マリーさん、悩み事でもあるのでしょうか。あんなに切なそうにため息をついて。恋煩いでもしておるのかの。まさかとは言い切れませんね。マリーさんだって一人の女性なんですし。でもティアラ、そんなに好きだったんですか。シャルティエとはどのような人物なのだ。お前に説明する必要はない。丁寧なんだか適当なんだかよくわからないやつよ。つかみどころがないっていうのかな。おう、剣なのにつかめないのか。それは大変だな。マリー、それって冗談、それとも素で言ってる。バティスタはアクアベイルへ向かいました。僕たちも港へ向かいましょう。私はもう自分の気持ちを抑えられない。え、マリー、何を言い出す気。あんたまさか。頼む、スタンのティアラを私にくれ。無理ですよ、外そうとしたらビリビリ来ちゃいますし。ルーティー、うわ、私のもダメ、ビリビリ来るんだから。人たち、なんだこの闘技場は。せっかく挑戦しに来たというのにチャンピオンがいないではないか。不戦勝よ、不戦勝。つまり俺たちこそ新たな、新たな、俺たち漆黒、漆黒の翼、新チャンピオン、イエイ。こんにちは皆さん。いや、君たちサインが欲しいのか。いらないわよ。それよりあんたたち、勇者学校はもうやめたの。俺たちのような器の大きな人間は一つの場所に居続けることはできないのさ。闘技場で活躍すれば名が売れると思い、この町へやってきたでやんす。でもチャンピオンがいないんじゃね。大方俺たちに恐れをなして逃げ出したのだろう。おやびん、コング、殺しちゃダメよ。ほどほどにね。アクアベイルの近くまで行ったら積んであるボートに乗り換えてね。世話になったな、イレール。フィリアさん、行ってしまわれるのですね。町の復興の手伝いさえなければ、俺様も一緒についていくのに。いいんですよ、コングマンさんはこの町に必要な方なんですから。フィリアさんはなんとお優しい。感激だ。都合よく解釈してくれてよかったわね。スタン、俺様の代わりにフィリアさんをしっかりお守りしろよ。
フィリアさんにもしものことがあったらおめえをぶっ殺す。心配しなくても大丈夫さ、任せとけって。それじゃあ俺たちは行きます。本当にありがとうございました。スタン君、例の勝負忘れちゃダメよ。忘れませんよ。どっちが先に理想を実現するかですね。次に会う時までに結果が出てるといいわね。理想ね。簡単に口に出すようなことかしら。ルーティン？なんでもない。それじゃあお元気で。これから行くアクアベイルってどんな国なんだ？実はアクアベイルというのは単一国家の名前ではありません。シデン、モリュー、統計からなる連合公国の総称です。国土はいくつもの島からなり船で行き来するそうです。イレーヌさんが敵国みたいなものって言ってたけど、あそこは鎖国体制を敷いていて他国とほとんど交流がないんです。特にセインガルドとは仲が悪いとか、それを受けての発言でしょう。風の噂じゃアクアベイルには強力な海軍があるそうね。案外武装船団とつながってたりして。それはどうでしょうか。どうしたアリオン？考え事をしたくなった。甲板にいる。坊ちゃん大丈夫ですか？実は乗り物酔いしやすいだなんて意外な弱点ですよね。いいかシャル、このことは絶対あいつらに言うな。そりゃ言いませんけど。おいリオン！あ、顔色が良くないな。大丈夫か？何の用だ？用ってほどでもないけどさ、たまには男だけで話でもしないか？僕はお前と話すことなどない。おい、聞こえなかったのか？イレーヌさんっていいよな。スタン、お前。誰も憎しみ合うことなくみんなが笑い合える場所を作りたい。そんな風に言い切れるのってすごいよな。それに優しいし綺麗だし。なあリオン、お前好きな人いるか？バカなことを聞くな。いないのか？お前には関係ないだろ。そもそも僕の場合そういうのじゃ。ふと気づくとイレーヌさんのことをぼーっと考えたりしてるんだよな。これってもしかして恋なのかな？お二人とも楽しそうですね。何のお話ですか？男同士の内緒話。そうだよなリオン。お前が一人で勝手に喋っていただけだろ。あれ、そうだっけ？スタンさんとリオンさん仲がいいんですね。まあね。冗談はやめろ。お前と僕がいつ仲良くなった？照れなくてもいいだろ。誰が照れている？僕はお前のようにズーズーしくて能天気で慣れ慣れしいやつが大嫌いだ。どうした？私がいたら水を差すかなって。ほら、すぐ皮肉っぽいこと言うし。そっか、ならば私はルーティンのそばにいよう。気を使わなくたっていいのに。ルーティンはルーティンを好きにすればいい。ありがとう。岸が見えてきたぞ。試練寮の沿岸です。近づけるのはこの辺が限界です。よし、ボートに乗り換えて試練寮に上陸だ。まずは町へ行くぞ。そこで情報を集める。ここがアクアベイルか。ようやく到着したな。リオン、どうかしたのか？僕は二度とボートになど乗らない。心に誓った。そう、こんな短い間にいろいろな国を訪れるなんて思わなかったよ。あんたはセインガルドで兵士になるつもりだったのよね。今は罪人扱いだがな。あれ、そうだったっけ？
忘れてたの？リオンに頼んで電撃で思い出させてもらったら。へえ、ここが四電寮か。建物の形が変わってるな。さて、いつものようにオベロン社の支部へ行くんだろ？そんなものはない。鎖国体制の国だって言ったでしょ。ちなみにストレイライス神殿もありませんわ。だったらどうするんだ？私とマリーで様子見がてら聞き込みをしてくるわ。あんたたちはこの辺に隠れてて。二人で大丈夫か？二人だから大丈夫なの。全員でゾロゾロ動いたら目立つでしょ。ルーティーたち遅いな。ティベリウスがモリューを武力制圧したって？モリュー港が封鎖されちまったよ。おかげでこっちは商売上がったりさ。ティベリウスのやつ、よその国から参謀を呼び寄せたそうだな。聞いたよ、グレーンなんとかってやつだろ。グレバムか。静かにせんか。うちの3番目の若がモリューへ向かったって噂もあるが。ただの見物じゃないか。あの人どうしようもない道楽者だしさ。昔は聡明な方だったんだがな。どうやら知りたかった情報が手に入ったようだな。グレバムはここにいないのか。モリュー寮へ行くしかないな。でもどうやって？港が封鎖されては船が使えませんわ。男性2人に女性1人、あなた方が例の助っ人ですね。は？早速モリュー寮へ向かってください。若にも連絡は行っています。あの、誰かと間違ってませんか？いかにも僕たちがその助っ人だ。モリュー寮へはどう行けばいい？海底洞窟を通ってください。入り口は町を出た南にあります。そうか、わかった。洞窟内には地盤の脆いところがあります。注意してください。凶悪なモンスターも生息しています。長居はしませんよ。明らかに人違いされてたけど。勝手に向こうが勘違いしただけだ。ただいま。町の人に話聞いてきたわよ。グレバムはモリュー寮にいるみたい。知っている。でね、そのモリュー寮なんだけど武力制圧されちゃったらしいの。うん、もう聞いた。じゃあさ、分かって知ってる？この人が今モリュー寮に。存じておりますわ。ねえマリ、私今無性にバカ野郎って叫びたい気分だわ。付き合うぞ。さっさと海底洞窟へ向かうぞ。入り口は町の南だ。はいはい、分かりました。グレバムはモリュー寮というところにいるようですね。モリュー寮へと渡る方法も見つかってよかったの。よし、モリュー寮へ向かおう。町の南に洞窟の入り口があるんだよな。私たち一体誰に間違われたんでしょうね。その方たちに迷惑がかからなければいいのですが。男二人に女一人の三人組か。前にそんな人たちと会ったっけ？いくらなんでもあの人たちじゃないよな。世間は案外狭いというがの。まさかな。じっちゃんとリリスへ。俺は今四電寮にいます。スタンさん、またご家族に手紙を書いているんですか？またっていうか、実は前のやつは結局出さなかったんだよ。だから今慌てて書いてるんだけど。この国で手紙を出してもエッツガルドには届かないぞ。え、そうなの？あんた鎖国の意味わかってる？モリュー寮へ行くための海底洞窟は町の南だったな。待ってろ、グレバム。
クアベイルは他の国と付き合いがないのか。鎖国体制を敷いているからな。そんなことをして何の得があるんだ。その国独自の文化が発展したり、治安が安定しやすかったり、利点はいろいろある。一方で国際情勢に疎くなり、とっさの場合の対応がしにくくもなります。得ばかりではなく、そんなこともあるのか。スタン、一つ頼みがあるのだが。俺にできることなら何だって聞きますよ。その頭を触らせてもらえないか。硬いのか柔らかいのか確かめたい。あ、はい、いいですよ。硬そうでいて、その実ふわふわしている。あんたたち、はたから見てると変よ。